You're currently watching Duckman Yoshi TV. そうだ、NBA を見に行こうの巻。What's going on, guys? ダンクマンヨシです。今回は NBA の試合を見に来てるんですけど、八村塁選手のワシントンウィザーズとロサンゼルスクリッパーズです。で、まあそのステープルセンターで今来てるんですけど、でこれステープルセンターで、まあ今後日本の方だとか、アメリカでロサンゼルスは日本から来やすいってことで、その NBA を日本から来てみたいって人は、まあ、このここの LA で見に行くっていうパターンの人も多いと思うので、そういう人のために車でそのレンタカー借りて、どこにパーキングして、ステープルセンターのどっからパーキングに入っていって、どうやってステープルセンターに行くかっていうのを見せていきたいと思います。で、まあこれが見たくないっていう人はその試合会場の部分まで飛ばしてください。あれがパーキングです。自分がおすすめする、まあ空いてると思うんですけど、あのまだ時間が早いから、あそこに、まあ、こうやって今から入っていくんですけど、はい、じゃあここです。パーキング今入ってます。イーストガラージです。皆さんお忘れなく、 A ゲートです。こうやってね、この光ってるところを押して、このチケット取って、このチケット使って出るときお金払います。ちょっといくらか今ピンとこないんですけど、まあ、とりあえず帰るときに値段わかるんで、まあ、それまで、まあ、それはお楽しみということ でこのセルフパーキングの方行ってくださいね。このバレットっていうのは、まあ、簡単に言うと高い方なんで、距離とかそんな変わらないから、セルフパーキングの方に皆さんも行くようにしてください。でこれ今上に上がってきて、パーキングから今からステープルセンター行くんですけど、あっち、借りたい人はここでサイズ行って借りてください。あの銅像がカリーム・アドゥボール・ジャバー、僕が大好きなスカイフックが得意な選手で、あれね、マジック・ジョンソン、伝説のポイントガードです。これがなんていうか、あ、ジェリー・ウェスト、バスケットボールの NBA のロゴの人ですね。で、あのそこに上にぶら下がってる人からシャキール・オニールっていうのを NBA で有名な人。ほんでこれが見た感じパッと分かんないんですけど、ちょっと名前見てみましょう。エルジン・ベーラーっていう昔の有名な選手ですね。はい、それでは中に入っていきたいと思います。あの人が並んでるところでセキュリティチェックがあるので、あそこから入っていきます。今から入っていきます。これ入った感じをわーってなる感じを見てほしいです
い、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。動画のいいねとチャンネル登録、そしてもしよかったら通知オンにしてください。質問や感想がある場合はコメントを残してくれたら嬉しいです。 Alright, see you guys in my next video.